では今日、禅とその文化ということでお話をしていきますが、前回、鎌倉時代がですね、日本の仏教史にとって一つの大きなターニングポイントであるということを紹介し、その中でもですね、中心的な新しいですね運動体、つまり、浄土宗、浄土真宗、それから日蓮宗などをですね、紹介をいたしました。で、同じですね鎌倉時代に、実はその禅もですね、その時代にまさに生まれているんですが、そこにねちょっと突っ込むには、この禅に関してはですね、いろんなことがやはり盛りだくさんですので、鎌倉時代に同じくですね、誕生した新しい動き、そして後のですね室町時代も含めてですね、今日は禅とその文化ということをですね、紹介していきたいと思います。はい、で今日ですね、するところをまず大きく概要を見ておきたいんですけども、最初にですね、まず禅とはそもそも何なのかということについて、ちょっと我々のですね頭の中にあるイメージを解きほぐしてみたいと思います。それから今日のですね、中心になるのは2人です。人物としては永斎と道元なんですね。で、禅というふうに言いますし、そして今はですね細分化していますけれども、大きくですね2つの潮流があるというふうに考えてください。永斎と臨済禅、道元と曹洞禅ということですね。これは、あえて比較をするならば、宗教改革はですね、さまざまな形で起こったんですけれども、ルター派とですねカルバン派、大きなやっぱり流れがあるんですね。そして同じですね共通基盤立ってるけれども、やっぱりちょっと強調点が違うわけなんですよ。それにね似ている側面もあります。永斎と道元はですね、今も禅を語る上で欠かせない人物です。それから、鎌倉時代に起こったんですけども、それがですね、室町時代に禅文化をですね花開かせていきます。それについてもですね具体的な寺院とか文化についてですね紹介をしていきます。そして最後にですね、これまで学んできたことの全体のまとめとして、日本京都にあるですね仏教系大学とですね、その宗派との関係を振り返りながら、もう一度今まで学んできた宗派全体を振り返ってみたいと思います。はい、でまず最初に、禅とは何かっていうことなんですね。で、日本の仏教、日本人にとってはね、これまで話してきたような天台宗とか真言宗とか浄土宗とか浄土真宗とかっていうのは、皆さんどっかで聞いたことあると思うんですよ。ところが今言った宗派を外国人に言ってもですね、多分通じません。ブッディズムはいいですよ。ブッディズムはかろうじて通じま、いけるでしょう。ところが天台とかですね、浄土真ブッディズムって言ってもですね、かなり専門的な知識がある人でなければこれはやっぱ通じないわけです。ところが禅はですねちょっと違います。禅というだけでですね、正しく理解しているかどうかは別にしても、これが何か仏教に関係する、そして独特なですねその美学とかですね作法を持っているということを世界の多くの人が連想できるんですね。ですから禅はですね、仏教の中でもとりわけ日本仏教の中でですね最もよく知られているものだっていうふうに言うことができます。で、いくつかエピソードを紹介したいんですが、まずですね、これ海外のですね、有名人も禅に傾倒している人たくさんいますけれども、皆さんが知っている人の一人を挙げるとですね、亡くなったスティーブ・ジョブズなどもですね、禅の影響を受けて、今アップルの製品なんかに引き継がれているような、ある種のこうシンプリシティですよね。非常にこう、ちょっとここまでそぎ落としすぎじゃないかと思うぐらいですね、無駄を省いてシンプルな製品作りをしていくっていうですね、そういうものの中に禅的なですねアイデアっていうものがやっぱ生かされたりしてるかもしれません。で、そういうですね、海外にも影響を及ぼしています。で、ちょっとここでですね我を、振り返ってほしいんですけども、皆さんですね世界的に有名な禅いうとですね、確かに皆さんがですねいろんなところに行って禅っていうことを言うとですね、多くの人が反応してくれるんですね。で、じゃあ日本人だからといって皆さんは禅のことをどれぐらい知ってるかっていうことです。あるいはこれからお話しするような座禅をですね実際にちゃんとやったことがあるか、禅の教えを知り座禅をですね、組んでですね座禅したことがあるかどうか、これは残念ながら普通の日本人ですね、ほとんどそういう機会もありません。ですから禅は確かに日本、そして京都のですねで生まれた、京都っていうか、ね、京都中心にですね
発展していったものの一つですけれども、日本ではですね、意外とやっぱりもうよく知られていないし、また実践されていないっていうですね、まあ、なんかそういう側面があります。観光客はそれをしに来るんですよ、京都にたくさんね。で外にですね行くと、禅センター、アメリカにはですね結構大きな都市にはその禅センターとかですね、禅メディテーションみたいなものが結構どこでもできるんですよ。ですからこの、今やですね、まあもちろん、京都とかは発祥発展の地ではありますけれども、むしろですね海外で、よく知られまたプラクティスされてるっていうですね、そういう、側面がありますね。ですからひょっとするとこれから100年とかですね、200年、まあ、もし人類の歴史がですねあと1世紀2世紀続くとするならば、あの禅はですねもう、日本の宗教としてではなくてね、もっとグローバルな宗教として姿を変えている可能性というのも十分、ありますね。で、私はですね、学生時代ドイツに留学していたんですけども、ドイツでですね、やっぱりあのこういうあの、まあ、あの宗教間対話とかの授業の中でね、禅についての学びもして、でそのたまたま、その担当した先生がですね、やっぱ日本の仏教とか禅のことが好きだったので、ゼミナールボヘンデって言ってですね、まあ、今でいうゼミ合宿みたいなもんですけども、それで、ドイツのこう、ちょっともう場所忘れましたけど、すごい山奥にいてですね、で小屋みたいなところでですね座禅をする経験があったんですね。でそこに阿部正夫っていうですね、まあ、アメリカで、まあ、その当時でいうとですね最も有名な、まあ、禅マスターと言っていいんですけども、その先生がですね来られて、でその禅のですね指導してくれたんですね。で、まあ、それは私にとってはすごく、まあ、不思議な経験ですけどね、ドイツの山奥でドイツ人たちと一緒にですね座禅を組んでみたいなね、そういう、の2日間をですね、過ごしましたが、これやっぱりドイツ人結構好きです。禅が好きなんですね。でそういうことをやったりしてます。大学でも学びます。でそういうものと比べると、日本はどうなってるんだろうかということもね、合わせて考えてみるといいと思いますね。後に触れますけれども、同志社のすぐお隣の、聖国寺、これは、禅寺というふうに、ね、言っていいと思うんです。聖国寺でもあの定期的にですね、禅をやってるんですよ。禅 の, あの座禅のですね、なんていうかな、あのそういう時間がありますけどもね、まあ、本当に関心があればすぐそこに行くこともできます。はい、でこういうですね、今世界的に知られるようになった禅はですね、最初からですねそうであったわけではありません。これが今のような形で知られるようになったのはですね、最初のきっかけを作ったのはやっぱ鈴木大拙だというふうにですね言っていいと思うんですね。で、彼はまあ非常に英語に堪能でしたので、日本のですね文化をですね積極的に海外に伝えようとしました。で、彼、まあ、あのここにはですね今彼の著作の比較的読みやすいものをですね、まあ、文庫本とか新書本のものを挙げておきましたが、これらはですね今もやっぱりよく読まれています。それから私が海外の留学生とかで関心ある人にですね聞かれて紹介する本もですね、鈴木大拙の本があるんですけども、あの An Introduction to Zen Buddhism というですね、これ鈴木大拙が書いた本は今でもやっぱよく読まれるんですね。私も紹介します。で、そういう形でですね、まあ、彼がやはり一つのですね、やっぱきっかけを作って、世界にですねそういうものをやっぱ広めていったというふうにですね、まず言っていいと思います。はい、大谷大学にですね、まあ、鈴木大拙のいろんなライブラリーがですね、まあ、あったりしますね。で次に行きますけれども、禅ですね、今そのようなグローバルに広がっている禅ですが、まず最初にですね、起こり、起源までですねちょっとあの立ち戻っていきたいと思います。で禅はですね、インドに古くからある修行法で、まあ、後にですね仏教に取り入れました。仏教っていうのはですね、仏教の起源を少しお話をしましたけれども、釈迦がですね、修行して今までだった生活を捨ててですね、苦行の生活に入っていくんですね。でそこで、した苦行の、作法というのはですね、もう古来インドからあるものです。でそういうものが後の仏教にもですねたくさん取り入れられていくんですけども、禅もその一つなんですね。例えば呼吸法とかですね、それからこの足の組み方とかですね、そのやっぱり身体的な作法を非常にやっぱり重視します。ですからもともととルーツを言うとですね、こうインド的なもの
長いですね、インドの歴史の中にそういう作法がですね伝えられてきて、後に仏教にですね瞑想の方法として取り入れられていきます。でこのですね、まあ、歴史の中で、もちろん重要な人物いくつ何人もいるんですけれども、最もよく知られているのがですね達磨、漢字で言うとですね、まあ、この達磨で、より本来のですね彼の名前から言うとボディダルマっていうですね、5世紀後半から6世紀前半に活躍した禅のですね禅マスターがいます。で彼は中国禅の開祖でありますので、いわゆる仏教における禅のですね創始者というふうに言っていいと思いますね。で彼がですね、このボディダルマという名前から分かりますように、日本のですねダルマさんの起源にもなっています。で中国ではですね、彼のような人物が現れたこともありまして、唐の時代から宋の時代にかけて非常にこの発展していきます。禅仏教がですね、禅がの教えが広がっていくんですけれども、その後のですね明の時代にはもうすでに衰退し、今はですねもちろん残っているんですけども、やっぱ大きな力にはまあなっていないですね。ですから中国にその、禅仏教の起こりはあるんですけれども、それがですね、今となっては衰退し、むしろ日本にですね伝えられていって、より発展していくことになりました。しかしルーツがねこういうところにあるということは知っておいてください。でこれがですね、いくつかちょっと絵を見せたいんですけども、まずこの達磨図っていうね、これ結構有名なものなんですけれども、比較的新しい、19世紀の木版画ですが、これはね、典型的な絵なんですよ。これはこの絵自体、木版画自体はカラフルで綺麗ですけども、大体似たような感じの絵柄が描かれまして、ずっとね座禅を組んでいる達磨、ボディダルマなんですね。そして面壁9年というふうに言いまして、この壁に向かってですね彼は9年間ただひたすらですね座禅をするわけです。ひたすら座禅をする。そしてあまりにもですねそれ座禅に集中しすぎたがために、彼のですね手足が腐ってしまったという伝説があるんですね。手足が腐ってもうなくなってしまうぐらいに彼は、座禅にですね没頭したというところから、ダルマさん、日本のですねダルマさんが誕生しています。ダルマっていうのはですね、皆さんこれもよく見ると思うんですけど、ボディダルマから来ています。そして手足がなくって押してもですねヒュッとこう起き上がってくる、これはまさに禅の考え方とね、リンクしてるんですけども、手足がないっていうのはですね、ダルマに手足が生えてるとちょっと気持ち悪いですよね。ちょっと気持ち悪くてですねなんか変な感じがしますけど、ダルマさんは手足がないんですよ。でも手足がないというのはボディダルマの面壁9年の座禅の修行ですね、そういうものもやっぱりそこで表しているということをね、ダルマさんを思うたびにねちょっと考えていただければと思います。それからその次右にあるのは白隠慧鶴という、これもですね江戸時代に活躍した最も有名な、特に後で紹介します公案のですね非常にその優れた公案を残したことで知られているやっぱり禅マスターのですね一人です。非常にやっぱ有名ですね。で白隠慧鶴が残した達磨図というものもですね、あります。はい、こういうね、人物がルーツになっています。はい、ではこれをですね踏まえた上で、栄西と臨済禅ということで、栄西についてですね少し紹介をしていきたいと思います。彼は12世紀から13世紀初頭を生きた人物です。ですから鎌倉時代ですね。でこれはね何度も申し上げてますように、この時代のですね、改革者たちはですねもう例外なく比叡山で学んでいます。で栄西も比叡山で学び、天台教学そして密教を学びました。で1168年、中国にですね、渡るんですけれども、天台山、これは最澄がですね学んだ天台教学の、一番中心地である場所ですよね。そこにですね天台教学を学びに行こうとして行ったんですけれども、栄西が行った時にはですねそれはもう禅の寺院にですね変わっていました。やっぱりトレンドですよね、中国仏教のトレンドが変わっていて、
天台教学ではなくてですね、禅の寺になっていたので、まあ、最初 A さんはですね、それでまあがっかりしたというかな、自分の求めているものが違ったので、もうすぐにですね、帰ってきます。でそれからですね、まあ、これもうそれからといってもですね、実は20年のブランクがあるんですよ。1187年ということは、彼のですね、年齢でいうともう45、6歳の頃ですね。ですから比較的年を取ってから、再び中国に渡りですね、天台山と天道山で臨済禅をですね、収め、この時にはですね、5年間というまとまった期間をですね、学びと修行に当てています。ですからこの時にはもう天台教学ではなくてですね、もう禅を学ぶ、臨済禅をですね、学ぶということで5年間、集中をします。そして、帰国後、禅によるですね、天台宗の復興を唱えるんですけれども、比叡山からは異端として迫害を受け、まあ、朝廷もですね、禅宗を禁止するっていうですね、こういう結構厳しい、帰国後のですね、状況を迎えることになります。これはこの時代のですね、リフォーマーたち、改革者たち誰もがですね、経験する道ですね。比叡山はですね、圧倒的な権威なんですよ。もちろん最澄がね、もし生きていればこんな迫害とかそんなことはしなかったと思うんですけども、やはり一定の権威ができ、組織ができてくると、そこからこうはみ出してくるもの、あるいは本山をですね、批判するものに対しては結構やっぱり厳しく当たるということです。ですから A さん自身はですね、天台宗、比叡山をですね、もっと良くしたいと思ったはずなんですよ。良くしたいと思ったんですが、しかしこの本家からするとですね、何を生意気なことを言っているかということで、まあ、迫害を受ける、朝廷からもですね、禁止を、その禅宗をですね、禁止をされるということになります。そして、1199年、まあ、あの鎌倉幕府に、まあ、あの幕府に招かれてですね、鎌倉に行きます。で、京都とですね、鎌倉、これは、まあ、地理的に離れているというだけではなくって、文化的な背景がだいぶ違います。こちらはですね、京都はあの、まあ、公家朝廷のですね、公家文化ですよね、貴族文化、それに対して新しく起こったですね、鎌倉は武家を中心とするですね、文化であって、まあ、いわば公家文化に対するですね、対抗意識っていうものを絶えず持ってるわけです。ですから京都からですね、追い出されたこの栄西をですね、まあ、むしろ手厚くもてなし、まあ、歓迎されるっていう部分にですね、なります。そして1202年、幕府のですね、支援を受ける形で、京都でですね、建仁寺を創建します。建仁寺はですね、まあ、今日のキーワードの一つです。これから何度かですね、建仁寺と言いますので、ちょっと覚えておいてください。栄西が、この1202年ですね、京都に戻ってきて最初に拠点にしたのが建仁寺というですね、お寺だということです。で、建仁寺ってどこにあるか皆さん知ってますか？今日ですね、何回か後から言及するんですけども、まあ、大事な出発点なんですね。京都にもちろん、あります。そして皆さんがですね、結構近くまでは行ったことはあると思うんですけども、どこにあるか知らずにそこには行ってない場所かもしれません。建仁寺、今まで行ったことある人？あ、はい、ありがとうございます。そうですね、6、7人、いましたね、はい。で、意外と近くにあります。まあ、皆さん河原町とかね、よく行かれると思うんですけども、川原町をですね、南に下ったあたりですね、もうちょっと正確に言うと南沢の、ね、場所、大体皆さん分かると思うんですけど、南沢の東側の通りをですね、南にちょっと下、ほんのちょっと下ると、結構ですね、大きい敷地のですね、建仁寺がですね、ありますので、これ比較的、アクセスしやすいですね。すごく便利なところにありますので、まあ、一度ね、行ってみてください。建仁寺です。で、建仁寺をですね、作るんですが、建仁寺はですね、延暦寺に属していました。まあ、これはまあ逆に言うと、延暦寺以外のものに属するなんてことはね、ありえない時代でしたけれども、延暦寺に属し、そして天台密教禅をですね、見学する道場で、あってですね、その時にはいろんなものを教えていたわけです。まあ、当然これはまあ、A さんにとってはですね、禅が大事だったんだけども、延暦寺に属する以上ですね、諸学を教えるっていうことがこれは必要でしたので、こういう中でですね、おそらく彼はそこにいたと思うんですけど、まあ、後にはですね、純粋な禅の寺院となります。まあ、今はそうなっています。で、A さん自身はですね、生涯
天台宗の僧侶としてですね、人生をですね、全うしています。ですから彼は生きている間にですね、延暦寺に、延暦寺とは違うですね、なんか別の分派を作るっていう意思は全く持ってなかったんですよ。あくまでも、その天台宗の改革のために禅をですね強調したということだったんですね。生涯延暦寺の僧でありました。これは親鸞が生涯、その法然のですね弟子であったっていうこととね、やっぱりこれは似てますね。ですからそれが後の時代で、その亡くなった後弟子たちがですね、違うものをですね作っていくことになるわけです。はい、で、英才がですね、説いた、学びですね、そして、日本に伝えた臨済禅の特徴をですねいくつか紹介したんですけども、一つはですね、後に、紹介する曹洞禅との違いなんですが、公案なんですね。一番、細かい違いはありますけども、基本的には臨済禅曹洞禅ですね、何か根本的に違うわけではなくって、一番目立った違いというのは公案を使うか使わないかです。臨済禅ではですね、師から与えられた公案を説くことで真理をですね体得するとされています。公案というのはですね、今の言葉で言うとなぞなぞに近いようなものかもしれません。そして、謎解きっていうかな、これは前の授業いつか何回か前かにね、日本の宗教教育っていうかな、あとアニメのことで紹介し、お話したことがあります、一休さんですね、一休さんっていうねアニメ、これ私も小さい頃ね見てたんですけど、これまさにこの世界なんですよ。一休さんトンチでですね謎を解くっていうのはね、公案を解いてるんです、そういうことなんですね。で、ここでですね、じゃあ公案とは何なのか、その一つだけ例を示したいと思います。これは先ほど示しました江戸時代のですね代表的な禅マスター白隠慧鶴がですね残した公案の一つで、石種の声っていうですね有名な公案があります。で、石種声ありその声を聞け、これは先生が弟子にですねこれを言うわけですよ。公案にこれは禅をですね極めていくために公案をですね説いていくっていうことがすごく大事ですね。石種っていうのは何かっていうと、普通ですね両手でこれ必ず音が出ますよね、こう叩くと。しかし石種っていうのはね片手なんです。両手で叩けば音が出るけども、片手でもですね声があるとするならば、その声はいかなるものやっていうですね、そういう問いなんですね。これはこれをでこういうことを解くんです。ですからいわゆるですね普通のロジカルシンキングではないんですよ。人間はですね、人間の理性に基づいて、あるいは日常の経験に基づいてこうなるはずだっていう推論をするんですよ。しかし禅が目指しているのは我々の日常的なロジカルシンキングをですね壊していくっていうことです。我々の固定観念を壊していくっていうことです。何回か前の授業で宗教とイメージのお話をしました。そこでイメージをですねどう使うかっていうことは、どう理解するかっていうことは宗教によって違うっていうことをお話したと思うんですけども、その中で禅はですね一切のイメージ、人間が作り出すようなですね固定観念をですね、こう壊していくっていうことに非常に力を入れるっていうことをね説明したと思うんですけど、まさにそうなんです。公案を使うっていうようなですね、何かこう頭の柔軟性をですね、脳を刺激して活性化して老化を防止するとかね、そう今だったらそうなんですよ。でもそうなんではないんですよ。そうではなくって、本当に我々がハマってしまっている日常ですね気づかずにいる、この固定観念を打ち破ること、それをですね、ある種目標にしてますね。ですからそれによって我々の日常を超えた、なんかさらにねもう一歩先へと進んでいくっていうことを公案を用いて、それをですね、公案を一つの補助として、非日常のですね到達点を目指すということです。これがまず臨済禅の一つの特徴です。そしてですね、室町時代には鎌倉時代のですね、英才が始めた初期には京都では弾圧されたんですけども、しかし室町時代にはですね、これは徐々に受け入れられていきまして、むしろ臨済宗がですね京都の文化形成の中心になります。そして、これ最後後にですね紹介しますけども、臨済宗のですね主な寺院を中心にして御山文化というものがですね栄えていくことになります。これは後でですね紹介をいたします。
で、次にですね、道元と、曹洞禅についてお話をいたします。まあ、道元も時代的には栄西とですね似ているとはいえ、世代としては道元の方が栄西よりですね若いというか新しい世代に属しています。これは彼のですね略歴を見れば分かるんですけれども、比叡山でやっぱり天台教学を学んでるんですね。ここまでは同じです。そしてですね、その時にはもうすでに建仁寺があったんですよ。先ほどお話した建仁寺がありましたので、建仁寺で禅をですね収めます。そして彼はもう京都にいる間、建仁寺でですねその禅の素晴らしさにも目覚めていましたので、1223年宋に渡り曹洞禅をですね収めます。5年間学んでいます。そして禅に対するですね確信を深めたので、やはりこれは栄西と同じくですね禅によるやっぱ改革っていうことを目指したんですけれども、その禅こそが正しい方であるということを強調したがためにですね、やはり比叡山から迫害を受けるんですね。そして、宇治にですね、逃れていきます。宇治はね今も禅寺がねいくつか有名なものがありますけれども、一旦ですね宇治に逃れるんですね。そして、そこでしばらくいたんですが、1243年越前で土地の寄進を受け大仏寺を開きます。この大仏寺というのがですね後に永平寺というですね現在の名前に改称をされます。越前というのは今の金沢県ですねに拠点をですね構えることになりました。で、曹洞禅ではですね先ほどの臨済禅とは違って公案をですね用いません。で、ひたすらですね座禅をするっていうことがこれは曹洞禅のですね特徴で、そのことをですね止観他座という言葉で呼びます。ひたすら座禅をするということをね止観他座というふうにですね言います。で、道元はですね同じ禅ではあったんですけども臨済禅をもですね批判し、これかなりやっぱりある意味ラディカルなんですよ。日蓮的なですねラディカリズムを持っていると言えるかもしれませんけども、やっぱかなりラディカルなところがあって、禅宗を含めその宗派そのものをですね否定するんですね。しかし彼の場合には自分たちの属している考え方が立派だからというよりかはですねその個別のものを否定することによって仏教そのものをですねなんかの普遍性を取り戻そうとした、そういうところがですねあります。で、ですから道元自身もですね生きている間に何か新しい宗派をですね開くというような意思はですねありませんでした。やはり既存仏教バラバラになっているですね仏教をもう一度再興して、そしてその何て言うかな仏教全体としてのですね刷新ということを求めたわけです。で、彼がですね残した有名な本、そしてこれ今もね、皆さん文庫本などで読むことができますけれども、消防現像というですね、本があります。これが、彼のとにかく道元を知るという時にはですね、もう消防現像というのがもう自動的に出てくるんですけども、これがですね、道元の思想あるいは曹洞禅のですね、エッセンスを示しているというふうに言って、いいと思いますね。ですから禅の思想ということの、日本のですね禅の思想のオリジンというものをね知りたい人は、消防現像をですねぜひ読んでみてください。これは結構ね簡単に手に入ります。で、消防現像っていうねこれ漢字だけで書かれるとなんか分かってるの分からんようなっていうね、漢字が思いがするんですけども、英語ではですね、こうなります。Treasure of Knowledge of the True Dharma ということで、消防というのが True Dharma ですね、消防正しい方、そして、現像というのがですね、像というのは分かりとおりトレジャーというか宝ということです。で、このここで言う名ですね、現というふうに言いますけど、それがそれを知る知識として知るということです。ですから正しいダルマ正しい方を知るですね、そのいわば宝のようなですねものとして、この本がですね著作が表されています。
これは、まあ、全訳、多分英語では全訳されていますね。ドイツ語でも部分的に、訳されていました。で私もですね、これドイツで、これドイツ語でこの本読んでですね、なんかどうあのゼミで発表したことをですね覚えていますけども、やっぱ結構難しいですね。まあ、こうやっぱ哲学的な部分を含ませるので結構、まあ、難しい、決して簡単ではないですけども、しかし禅とは何かっていうことをね考えるときの重要な本になります。はい。で、曹洞宗についてですね、少し紹介したいんですけれども、すみません、ちょっと行き過ぎちゃったな。はい、永平寺ですね、一つは、まあ、これ今言いました拠点としての永平寺なんですが、現在の曹洞宗はですね、2つの本山があります。横浜にも1つあって、そして、この永平寺がその1つ、まあ、もちろん永平寺がね古くて、これが歴史的にはまあルーツなんですけども、まあ、2つありますが、まあ、大本山永平寺ということでね、こういう石碑が入り口のところに立っています。で、まあ、これがね、まあ、最初の大きな門構えのところですけれども、金沢にですねありますので、京都からもですね結構アクセスはいいんですよ。まあ、皆さんね、日本海側っていうかあっちの方ですね、あんまり行かないかもしれませんけれども、日本もちろんね京都にも立派な禅寺たくさんありますよ、聖国寺も含めてね。しかし、このやっぱこの周りのやっぱ雰囲気っていうのはねやっぱ独特です、永平寺は。やっぱりうっそうとした自然に囲まれてね、なんかやっぱ独特な雰囲気ありますね。私はまあ夏とか、それから冬にも訪れたことがあるんですけど、冬ですね、雪景色の中の永平寺っていうのは本当に綺麗ですね。そういう京都からですね決して遠いわけではありません。特急に乗ればですね、2時間か2時間弱ぐらいで行けると思いますので、まあ、ここだけではなくてですね、他にも、ね、観光地たくさんあります。はい、でこれはですね、永平寺に行くとこう山のですね、なんていうのかな、この斜面に立っているようなところがあって、立ったような感じになっててですね、もちろん平たいところもあるんですけども、こういうですね急勾配のこう階段がずっとこう続いてるんですよ。でこれは、階段、これもちろん木造木製なんの木なんですけども、もうピカピカに磨き上げられています。これは毎朝ですね、その修行している人たちが一生懸命こう拭くんですね。もう1日、何回かですね、そしてもう365日拭き続けてますので、もう本当にね塵一つない、ピカピカの状態ですね。でこういうのもですね、なかなかこう、まあ、京都では見られないようなね本当に独特な空間がですね、あります。でこのですね永平寺にね行く途中、まあ、金沢市にもたくさんいろいろなものがありますけれども、まあ、いろいろ面白いものがあってですね、その一つがですね、これです。福井県立恐竜博物館。私はでもこういうの大好きなんですよ。もうこういうのがあったら必ず行く。もう博物館とかね水族館とか大好きで、福井県立なんですけれども、永平寺っていうか金沢に行く途中にですね、まあ、これもあります。これは勝山市っていうところにあるんですけども、途中にですねこの恐竜博物館もあるし、それから有名なところだと、東尋坊っていうね、なんていうか日本海に面したですねこう断崖絶壁のね、そういうふうな名所もありますので、ちょっといろいろね立ち寄るだけでこれはやっぱ面白いですね。ですから、まあ、永平寺周辺にですね、まあ、行くだけで結構いろんなものを見れます。でこのですね、恐竜博物館っていうのは、私はね他あんまり知らないんですけど、日本では多分最大のものだと思います。他にあるかどうか知りません。 もしかしたらねもっとすごいのがあるのかもしれませんが、しかし福井県はですね、恐竜の、まあ、結構まとまった骨がね、出ることで知られています。比較的最近もね、新しいものが出たっていうことを新聞にもありましたけれども、面白いですね。こういう、まあ、こういうですね恐竜の骨なんか見ると、日本列島といえどもですね、やっぱり恐竜時代からですね、やっぱりこう歴史があったということが分かるわけですよね。そういうやっぱり歴史を感じ取るっていうのは大事ですよ。実際の骨を見て、まあ、この今のね福井県とかその周辺、やっぱり恐竜がね小型の、こういう恐竜かもしれないけれども、
日本のですね上をのしのし歩いてたということですね。そういうことも学びのですね場としてはあります。はい、ただアメリカでですね、私はこの地での博物館いっぱい行ったんですけども、桁が違いますね。東海岸の方にもいろいろ大きなのありますけども、もうティーレックス、チラノサウルスとか、もう本当に大きいやつがね、全身骨格で再現されたものなどがありますから、やはり本物というか本場はねやっぱアメリカとかの方ですけども、まあ、日本は日本でねこういうものがあります。はい、ということでね、こちらも機会があればぜひ訪れてほしいなというふうに思います。はい、で室町時代の禅文化ということで、今ですね、曹洞禅臨済禅についての基本的なことをお話ししましたが、禅の場合はね、これは何か特別な教えがある、例えば真言宗とかね、天台宗のようにこう教えの体系があるとかっていうわけでは必ずしもなくて、やっぱり実践ですよね。禅プラクティス、禅メディテーション、そういうところが大事なんですけども、しかし、それがですね、また新たなですね、文化を生み出すことになりました。でそれをですね紹介していきます。特に臨済宗はですね、鎌倉幕府の保護を受けて繁栄し、幕府はですね五山十節を定めました。これは臨済宗寺院のですね、これは自覚というふうに言いますけども、やっぱりこうカテゴリーっていうかな、その序列があるんですね。みんな横並びじゃなくて序列がを定めたということで、ことです。そして鎌倉時代の後、室町時代になってからですね、最終的に三代将軍義満、足利義満が鎌倉御山、御山と京都御山をですね、定めます。これが臨済、禅寺のですね、トップ5だということをですね、鎌倉と京都にそれぞれ定めたんですね。そして格からすると京都御山の方が格上ということです。ちなみに鎌倉御山というのは何かということはね、ここに書いておきました。私はその全てをね知っているわけではありませんけども、おそらく由緒あるですね、鎌倉におけるお寺、禅寺がですねこういう5つあるということですね。で室町時代、鎌倉御山と京都御山が定められましたが、私たちとしてはですね京都御山の方に少し焦点を置いてみたいと思います。はい、このですね、京都御山、この、京都御山と書いたところの後ろの絵になっているのはですね、有名な風神雷神というですね、の屏風ですけれども、これは鎌倉時代とか室町時代に書かれたものではなく、江戸になってからですね書かれたものですけども、建仁寺がですね、所蔵している、おそらく皆さんも日本史の教科書なんかで、見たことがあるですね、ものですね。こういうものを、禅の文化の中でですね、こういうものも作られています。で京都御山とは何なのか、まずですね御山の上に南禅寺っていうふうに定められているんですよ。これどういうことかっていうと、御山自体が特別な存在、トップ5なんですけども、そのですね御山の上にさらにもう一個ですね別格の存在として南禅寺があるということです。ということはもう南禅寺はすごいですね。やっぱり位置がですね、やっぱり非常に高いということが、分かります。これは長いですね、やっぱ伝統を持っていまして、同志社がここにできてですね、新島城が1890年に、亡くなりますけれども、新島城がですね亡くなったときに、そもそも彼のですね墓地っていうのは南禅寺の墓地をですね使うはずでした。そういう、一応仮の約束もしてたんですね。で、それだけ南禅寺がですねやっぱり別格の存在でありましたので、新島をですね、葬る時にもですね、そういう特別なところに葬りたいという思いがおそらく周りの人たちにもあったと思うんですけれども、ご存じの通りですね、それ拒否されるんです、南禅寺から。その仏教式でやってですね、仏教徒であればまだしも、その八つの人間をですね、我々の寺の中にですね迎えることは、墓地に迎えることはできないということで、いわばドタキャンをですねされる中で、同志社側はですね、本当に慌てて、そして苦慮の末ですね、
まあ、今ある若王子の墓地ですね、まあ、当時はもっともっと寂れていたはずなんですけども、非常にですね、寂れていた、まあ、そういうところにですね、あの墓地を見つけて、そこにですね、まあ、新島を葬ったっていう、まあ、そういう点で同社初期同社史ともですね、若干こう関わりのある南禅寺です。まあ、南禅寺はね、京都観光の際にもね、まあ、あのマストビジットの一つだと思いますけども、特にもみじの時期にですね、たくさんの人が来ますね。はい、でまず南禅寺がその五山のさらに上にあるということを押さえた上で、じゃあ五山とは何なのかということをですね、示していきたいんですが、第一から第五ということでね、それぞれ名前が挙げられています。天龍寺、小国寺、建仁寺、東福寺、満寿寺ということなんです。で天龍寺はですね、あの嵐山、佐賀嵐山にですねある、あの、まあ、これもねあちらの方に行くと大体行く場所の一つですけども、あの天龍寺がまずあります。それから建仁寺、今お話先ほどお話しした、禅のですね、まあ、発祥の地と言って、まあ、トレーニングスクールとしてですね始まった建仁寺ですね。それから、東福寺、小国寺ですね、天龍寺、小国寺はもういいですね、説明はしなくてもね。それから建仁寺、そして、東福寺です。で東福寺、これね右に挙げた写真がその東福寺の紅葉の頃の写真で、ちょっとここから見抜くんですけれども、あのちょうど何て言うかな、お寺のですね本堂に行くまでのですね間にこう橋がこうかかっているんですね。通天橋というふうに言うんですけども、まあ、その通天橋からの紅葉の眺めっていうのがね非常にやっぱ美しいということで、たくさんの人が行きます。これは、京都駅からもうすぐのところにいます。京都駅からねほんとすぐ近いんですが、秋の頃になるとこれすごいですよ。もうあの結構ね遠くから観光バスが来てね、この、東福寺の前にねもういっぱいバスが、止まってですね、すごい人が来ますので、ちょっとね最初はビビるんですけれども、まあでも一回はやっぱり行ったらいいと思いますね。で紅葉はやっぱ綺麗です、別格の美しさが あるんですが、ただそんなですね紅葉の頃にはもう本当に人がたくさんいる、あの東福寺でも季節をずらせばですねガラガラなんですよ。だからそういうねガラガラの時を狙っていくっていうのもね私は結構オツだと思うんですよね。で時々私はですね真冬に行きます。真冬のですね午前中に東福寺行くと、秋の頃あんだけたくさん人がいたのにね誰もいない、もう独占できますよ。本当に独占できる。これはこれで面白いんですね。ですから京都のお寺っていうと本当に人がいつでも多いというイメージがあるんですけども、時期とですね時間帯をうまく考えればですね、本当にね自分でもうゆっくり堪能できるようなね、そういうことも可能ですのでね、考えてみていただいたらいいと思います。東福寺は本当にもうすぐこれ至近距離になります。近いです。それから満寿寺っていうのはですね、これはかつては下京区満寿寺通り高倉にありましたので満寿寺というふうにですね今の、まあ、満寿寺通り満寿寺という名前がそこから取られたんですが、現在は、場所をですね移転してこの東福寺のですね塔頭になっています。東福寺っていうのは周りにいっぱいお寺があるんですよ。で元々はですねもっと広い広大な敷地を持っていたんですが、明治維新のですね、直後の廃仏毀釈の中で、寺院領というのがですねどこもかなりぐっと縮小されました。その中でですねだいぶ縮小されたとはいえですね今もたくさんの塔頭寺院を、持っています。25のですね塔頭寺院を持っていまして、そのうちの一つが、満寿寺なんですね。ですから、京都五山の、東福寺満寿寺はですねそのうちの2つなんですけども、満寿寺は現在は東福寺の境内の中、境内というかなエリアの中にですね存在しています。はい、で、次にですね、はい、この室町文化の中からですね、生まれたものの一つとして代表的なものとしてですね金閣銀閣を取り上げたいと思います。これは皆さんがお友達とかですね場合によっては外国人とかですね京都案内するときに案内する可能性が高いところの2つですので、やっぱりちょっと基本をですね押さえておいていただきたいと思います。
まずその禅文化の流れの中でね、しっかり押さえてください。そして、幕府によって、保護されてですね、そして三大将軍義満がですね、やっぱ大きな働きをしていますけども、北山邸というものを作ります。から北山邸というものを作り、そしてそれがですね、まあ、後の臨済宗六音寺というふうにですね、まあ、なるんですけれども、これがですね現在金閣寺というふうに通称金閣寺と呼ばれています。正式名称は六音寺です今もね。でこれが金閣寺のですね歴史的な由来です。で後でちょっと写真を示しますけども、1階がですね神殿作り、2階が武家作り、3階が禅宗仏殿作りのですね三層構造、三階建てのですね建物になっています。ですからこれぐらいはですね行って説明してほしいんですね。ゴールデンパビリオンだって言ってですね説明して、綺麗でしょ、ゴールデンキラキラ輝いてるよねっていうだけではですね、これはもう干渉してることになりません。ですから3階建てになっていて、もう細かいことはいいですよ。その神殿作りというのはですね、これは室町時代に設立、室町じゃなくて平安時代にですねできた公家を中心とするですね、公家などが住むような神殿を中心として部屋が配置されたですね、独特なやっぱり作り方がありますけども、その、まあ、要するに貴族公家のですね建築様式ですだというふうに説明したらいいと思うんですね。そして武家作りっていうのはですね、それから大きく変わってるわけじゃないんですけども、神殿作り、公家の文化に対抗して武家は武家の独特のですねスタイルがあるっていうことで作られたのがこれ武家作りです。ですから2階のスタイルっていうのはですね、そのウォリアーですよね、その武士、武士たちのですね建築様式なんだっていうふうに説明すればいいわけです。そして3階部分っていうのがですね、これはまさに座禅を組むところです。禅をですねするためのスペースとして3階のですね3階のですねフロアが作られています。それから8代将軍足利義政がですね東山の別荘に観音堂、後のですね臨済宗自称寺をですね作り、これが現在通称銀閣というふうにですね呼ばれています。でこれはもう事業のですねかなり最初の頃にお話ししましたように、金閣寺銀閣寺はですね臨済宗小国寺派にですね属します。そこの小国寺ですよ、同社の隣のね。ですから小国寺がヘッドクォーターです。でそして金閣銀閣、つまりその六音寺と自称寺はですね、なんていうかな、その寺院街の塔頭、三階塔頭というふうにですね言われます。ですからブランチですよね。ですからこの金閣寺銀閣寺からですね、まあ、ちょっと言い方悪いですけど吸い上げたお金はですね全部小国寺に行くわけなんですね。ですから小国寺はあれ一致なんですよ。これいいですね、こういうブランチを持つとなかなかいいですね、もう安泰ということになります。はい、ですから小国寺はね近すぎてわりわりとしたらですねなんか、隣のお寺っていうね感覚ですけども、やっぱあれはね特別な存在です。はい、でちょっと写真をね、これも皆さん見慣れたものですけども、金閣銀閣ですね。でよく言われるのはですね、いや銀閣っていうけど全然銀じゃないじゃないかっていうねことは言われます。これねいろんな諸説があります。もともとは銀箔がですね塗られていたんだっていうような、ね、説もあって、これも、有力な説の一つなんですけども、まあ、定かなことではありませんけども、まあ、昔ねどうであったかっていうのをなかなか歴史的な証拠はね見出すことができませんが、まあ、今とりあえず銀閣寺というふうに、ね、言われています。そして先ほど言いましたように、金閣の方はね、まあ、これももちろんご存じのように何度も焼失しています。何度も焼失し作り変えられているんですが、まあ、大体原型をですね復元しこういう状況になってますね。そして3階建てになっていますので、大雑把でいいです。この1階部分は何で、2階部分は何で、3階部分は何で、この3つがですねミックスしているものなんだっていうことをねお話しいただいたらいいし、これがその足利義満によって作られたですね、いわゆるその五山文化といいますか、室町時代に花開いたですね、この禅文化のですね一つの現れなんだ、エンボディメントなんだということをね説明すればいいと思いますね。
はい、ですからこういう案内をするときにですね、建物がいつできたとかいつ再建されたということじゃなくって、それがどういうですね、文化的な背景の中から生み出されたのかということ、そしてそれはですね、当然宗教的な背景を持ってますので、それがどういうですね、宗教的な背景を持っているのかということをやっぱりちゃんと説明するとね、これはもうより魅力的な説得力あるですね、説明をすることができます。はい、で、今ですねお話ししましたように、足利義満はですね、まあ、彼の隠居先として、六音寺を作ったんですよ、今の金閣です。そこでですね、禅のフロアも作ってるっていうことは、座禅を組むっていうこともこれ考えてたんですけど、そこに結局引っ越ししたんですね。でここで問いです。晩年義満はですね、そこに引っ越しをしたんですが、じゃあ引っ越しをする前、義満はどこに住んでいたんですか。三代将軍足利義満、引っ越し前の彼のお家はどこだったか。まあ、将軍様ですから便利なところですかね、祇園の近くとかね、いつでも遊びに行けるような祇園の近くとか、京都駅の近くとかですね、もちろん京都駅ねその時ありませんけども、便利なところね探していたかもしれませんね。まあ、でも実は京都駅はですね、当時この時代はね、もう本当偏僻な場所です。あの辺りはもう元々は何もない場所だったんですね。ですから、将軍様が住むっていうことはですね、おそらく、その時代のセンターですよ。センター、当時、足利家がですね、まあ、義満が住んでいた場所はどこであったのか、これ分かりますか。はい、これちょっと絵をですね示します。はい、これね、花の御所と言われる、これね、結構大きな絵が残ってるんですけれども、ここがですね、足利将軍家のですね、邸宅です。これは場所はどこかというと、これね、こっちが 北向きです。これ北、右側が北側だというふうに見てください。実はこれが烏丸通りです。烏丸通り、そしてこれが今出川通りです。いいですか、烏丸今出川ですよ。烏丸今出川にあってですね、これが花の御所と呼ばれたものです。で、烏丸通りと今出川通り、それから上立ち売り通り、室町通りに挟まれたこのですねエリアが花の御所と呼ばれた、将軍家のですね、邸宅だったんですね。ですからもう我々のすぐこっちがですね、もう本当お隣にですね、将軍家の邸宅がありました。これ今出川通り、今この辺に不動産がありますね。この辺に、モスバーガーとかね、スタヤとかがね、今この辺サイゼリアがありますね。はい、だいぶね変わりました。花の御所もねだいぶ変わりましたけれども、我々はねこういうところに今見てるわけですね。で、これはですねやっぱ特別な場所です。ということは、私たちがですね今たまたまここにいますけれども、本当にね当時この室町時代からしてもですね、もうセンターだったんですよ。そういうところにですねやって、ですから、まあ、これ言うまでもなく、今この辺に我々はいてですね、烏丸通りを渡ってこの辺に、このちょっと先にね完売館が立っています。いいですか、完売館のすぐ南側です。完売館のすぐ南側から今出川通りまでの間が花の御所だっていうふうにね理解してください。ですからこの辺りは室町文化のセンター中のセンターです。ですからどこを掘ってもね出てくるんですよ、いろんなものが、本当にいろんなものが出てきます。ということで、はい、貴重な写真をお見せします。はい、これね私今撮っといてよかったなとね思う写真の一枚です。当時はねこんな勝負でも撮らんでいいなと思ったんですけど、これ分かりますよね、想像できますね。ここ完売館ですよ、あ、完売館じゃない、良心館、今ここに立っているのが、昔これは、グラウンドだったところですね、大きなグラウンドがあって、中学校の建物があってとかですね、そういう場所だったんですけれども、これは完売館の7階のレストランからですね、撮った、写真です。で、こういう形で工事をしたんですけれども、もう掘ったらですねいろんなものが出てくるんですよ。花の御所のすぐ隣ですからね。
で、結構それそのためだけにもう1年2年とかかります。これは今こういう城でマーキングしてますよね。これは工事をしてるんじゃなくって、考古学的なですね、発掘調査をしているところです。いろんなこうマーキングをして、ここをですね、こうどういうふうに、まあ、ちょっと私専門的なことは分かりませんけども、城でですねマーキングをして、いろんなものをですね、壊さないように、重機で大きく掘り下げる部分と、それから手作業でね掘る部分とにこう分けながら、こういう発掘調査がですね、結構時間をかけてなされました。で、この関係でですね、実は色ここで、ね、見つかったんですよ。これはその当時、今のちょうど工事している時 の新聞記事なんですけども、2010年にですね、こういう新聞記事が出ましたので、ちょっとね部分的に読んでみたいと思います。足利義満創建の六音院跡か、京都で遺構発見ということで、今ですね両神館が建っているところ、先ほどの工事でですねマーキングされているところに、実は六音院があったっていうことがですね分かりました。でこれは皆さん、ね、その部分的な出たものを今も、両神館の、ね、1階のところで飾ってますよね。あれで見ることができるんですが、そこのことをねちょっと簡単に説明していますので、大事な部分だけ読んでみたいと思います。これ今までお話し聞いたの復習にもなります。室町幕府三大将軍足利義満が創建した六音院の遺構が同志社大の今出川キャンパスで見つかった。建物は江戸時代の古地図に記されていたが、研究者は存在が初めて裏付けられたと説明する。同大によると、六音院は大学に隣接する相国寺の塔頭として義満が1383年に創建した。義満の禅の修行場に使われ、当時の有力な禅寺京都五山、今言いましたね天龍寺相国寺以降ですけども、を総括する役割を担ったとされるってことですね。これすごいですね。今までですね江戸時代の地図には載ってたんですよ。しかし本当にあるのかどうかっていうことは裏付けがなかったんですが、掘ってみると本当にあったってことなんですね。で、六音院というのがですね、今言った京都五山を統括するですね役割を負っていたっていうですね、そういうことも言われています。でこれね今実は両神館に置かれていますけども、今回建物の柱を支える目がため石を6箇所で確認、それぞれ拳大の石が直径1メートルの円状に敷き詰められており、六音院の仏堂跡と見られているっていうことなんですね。はい、ということでこういうですね貴重なものがもうこの、ね、同社のキャンパスから、見つかったっていうことですね。ですから、我々はですね本当に花の御所の、すぐ隣にですねいますし、そして今ここでですね新たに発見されたですね六音院の上にですね両神館という建物がですね建ってるっていうことですね。はい、ということでね、まあ、こういう歴史を感じることが、ね、できますので、皆さん両神館の、ね、教室に行くことはよくあると思うんですけども、1階の部分ガラスが、ね、引いたりしてると思いますけども、ちゃんと見たことありますか、読んだことありますか。あそこ適当に見るだけではもったいないですよ。ですから今日ですね学んだことをもう一度確かめてください。今度両神館行った時にですねちょっと時間があれば1分2分でいいですよ。下にですね、ガラスの下に何が埋まってるのか、その前に簡単なパネルがあります。説明した。あれをね、読んでください。すると、今日の授業のね、本当にいい復習になります。両神館がどういうふうなですね、物の遺構の上にですね、立ってるかっていうことがよくわかりますね。これも見ることができます。はい。で、五山文化。今ね、いろいろお話しきましたけども、室町時代、京都五山を中心に、まあ、五山文化がですね、支えます。栄えます。でこれはですねどういうふうにしてこう栄えてきたのか、先ほども言いましたように禅そのものはですね、イメージを否定するんですよ。固定概念を否定する。しかしそのシンプリシティっていうかな、それがですねなんかこうかえって、いろんな文化をですね生み出すことになるんですが、直接の原因になったのはですねそういうまあ教えの部分だけではなくって、中国とのですね、活発な交流です。この頃ですね、それ以前になかったようないわばこう国際交流というものがですね、始まっていきます。
で、室町時代にはですね、中国との文化交流というのは、これはまあ基本的にはね、やっぱ仏僧というのが一番こう、学が高いというかな、知識がありますので、その禅僧をですね、中心に、文化交流というものが進められていくわけです。で、そういう新しいものをの影響をとか刺激を受けながらですね、この禅の文化というものがですね、花開いていくことになります。ですから、五山文化というのはですね、禅の思想の影響を受けながら、さまざまなこうエリアをですね、開拓していくことになりました。で、具体的に言えばですね、我々が現在日本の何か伝統文化と呼んでいるようなものはですね、ほとんどこの時代に生まれています。五山文化から生まれています。茶の湯、生け花、水墨画、能、それから各種の武士道ですね、武道です、なんとか道というふうにつくようなものはですね、ほとんどこの時代に誕生してるんですね。ですからこういうですね、いわば新しい文化、これはもちろん国際交流の刺激を受けながらだけども、禅というですね、新しいこの精神というものがその文化のですね、土台になったんだということを知っていただければと思います。はい。で、そのですね、ちょっと全てをお話しすることはできないんですけれども、その禅が生み出したですね、文化の一つ、特に観光客がですね、京都に来た時に本当にこう訪れたいと思うものの一つがですね、石庭です。枯山水というふうにね、いうこともありますけども、いくつか有名なものがありますが、一番有名というか代表的なものはですね、龍安寺のものです。龍安寺のですね、龍安寺は臨済宗妙心寺派に属しますけども、龍安寺ですね、ここも近いです。ここから今出川通りをひたすら西にずっと進んでいくとですね、当然銀閣寺などもありますけれども、金閣寺とかねありますけれども、立命館大学のですね、衣笠キャンパスであるとか、それから仁和寺とかですね、結構有名なお寺がこうまとまってあるエリアがありますけれども、そこにですね、龍安寺があります。ここからだとバスで、今出川通りをですね、まっすぐ西に行けばですね、たどり着くことができます。で、これね、いくつかの角度から、写真をちょっとお見せしたいんですけれども、これね、実際には写真で見るのと実際で本物を見るのとでは全然違いますが、そんなにね、極端に大きいわけではありません。この龍安寺の一番有名なものは、幅が22メートル、そして奥行きがですね、10メートルほどのものなんですね。長方形です。そこに砂が敷き詰められて、白砂がですね、敷き詰められて、15個のですね、石がだいたい5箇所まとまった形で、かなり無造作に置かれてるんですね。しかしそのやっぱり置かれ方の絶妙さ、それからこの枯山水というようにですね、そこにはですね、水とか、それから植物のようなものは一切ありません。しかしそれがですね、砂と置かれた無造作に置かれたかの見える石がですね、川の流れを表し、山をですね、シンボライズしてるんですね。ですからそれは、なんていうかな、その非常にミニマムな形なんだけれども、この自然界そのものをですね、こう凝縮している。ですからこれちょっとね、言い方を変えると、この川とか自然を含むようなですね、この大自然、このマクロコスモスのようなものをですね、本当にこのミニチュアライズしている、この小さなですね、世界にこの凝縮しているっていうですね、これはある種日本の美学の一つですね。こういうものをですね、中国の影響を受けつつ、この日本風にですね、この洗練していくっていうことが、こういったお寺の中でですね、見出すことができます。はい、これも、有名なものね、いくつかありますけども、龍安寺ぐらいはですね、ぜひ一度行っていただきたいと思います。近いです。はい、では、最後になりますが、ですね、今まで学んできた、日本仏教のですね、諸派とですね、京都の大学、宗教系大学のですね、相関関係を示しながら、もう一度全体をこう振り返ってみたいと思うんですけども、まずですね、ちょっと上から順番にいきますね。これは比較的近くにあるものですけど、大谷大学同社から一番近いところにありますが、
龍谷大学と大谷大学はですね、浄土真宗に属するものです。ただし2つはですね、それぞれ東と西とにですね、帰属が分かります。ですから大谷派、いわゆる東本願寺と呼ばれるものがですね、大谷大学をとつながっていますし、それから西本願寺とですね、関係の近いのが龍谷大学ですね。2つは、まあ、浄土真宗ということで、まあ、比較的ですね、関係が強くあります。それから、浄土宗のですね、浄土宗系の、まあ、宗門大系の大学としては仏教大学がですね、あります。まあ、同社から言うとちょっと西の方にねありますね。それから、禅宗、まあ、特に臨済宗のですね、流れを組むものとしては花園大学が、あります。花園大学は、まあ、小さな大学ですけど、現在もですね、国際禅学研究センターかな、禅のですね、センターがあって、結構世界中からですね、いろんな人がやっぱり禅を勉強する、研究するためにですね、まあ、花園大学に来ています。それから花園大学は禅のですね、そういう研究とかを中心に東西霊性交流ということをですね、もうこの二十数年間ずっと続けてきてるんですね。これ何かっていうと、禅とですね、それからカトリックのですね、お坊さんたちとの交流です。ですから、同じですね、メディテーション、カトリックはですね、瞑想ということを、修道院でですね、瞑想するということを非常にやっぱ重視しますけども、それカトリックの、瞑想と、禅のですね、まあ、瞑想、座禅ですね、そういうこととの間の近さを、まあ、お互い理解し合ってですね、お互いこう交流していく、あちらから来てもらったり、こちらから行ったりっていうですね、そういう交流を長くですね続けてきています。ここでですね、ちょっと立ち止まって考えると、仏教とキリスト教の関係といってもですね、全般的に何かがつながっているわけではなくて、各宗派ごとのですね、相関関係がですね、あるということが分かります。禅とですね、カトリックというのはやっぱ強い関係があるんですよ。それから、この浄土真宗とプロテスタント、これやっぱり近いんですね。これはもう理由はね、もう前に説明しましたけども、やはり教義的な、あるいはその実践の部分におけるですね、やっぱ近さということを、一つの起点にしてですね、そういう個別の交流というものが、続けられています。それから、真言宗に関しましては、主治院大学ですね、まあ、前は当時のすぐ近くにありましたけど、今ちょっと南の方に移動しましたけども、主治院大学、それから、これは京都ではありません、和歌山のですね、高野山の本当にお山の上にあります、高野山大学がですね、真言宗系の大学としてはあります。でこれにですね、ここに書いてますように、同志社大学の神学研究科とですね、それから工学館大学、三重県のですね、神道系の大学ですけども、それを加えると、京都宗教系大学院連合にですね、なって、これがですね、今、各宗派のですね、いわば連合体として、単位互換制度などをですね、中心に学生の交流を行っています。これができたのはですね、今から10年ほど前なんですけれども、まあ、私がですね、まあ、その発起人の一人なんですが、で、この3月までですね、まあ、この京都宗教系大学院連合の、まあ、議長もですね、私は務めていましたけれども、これまでですね、お話ししてきた、まあ、ここのね、係というような伝統教派というのはですね、宗派というのはですね、本当に立派な伝統を持っています。それぞれがですね、もう、まあ、一国一城の主というか城を持っていますので、まあ、ややもすればですね、他との関係がやっぱり疎遠になるんですよ。ですから私がですね、やはり長年いろんな人と話していた中、している中で、同じ仏教系でもですね、しかも京都の本当に近いエリアにいながら、交流がないっていうことにですね、気がつきました。それからもう一つは、将来お坊さんになるようなですね、学生さんたちが自分たちの宗門のことしか知らないんですよ。それしか知らない。でこれはですね、本当にまずいなと思いました。で私はですね、そういうふうなことを感じて、いろんな、まあ、ここにね、関わっているような人たちと、まあ、最初からこういろんな信頼関係というか関係がありましたので、まあ、学部長とか学長さんなんかと会いながらですね、こう新しくその学生さん、大学院同士をですね、ネットワークするような新しいものを作りませんかということをですね、十数年前に呼びかけてですね、
で、まあ、もちろんあの仏教のですね先生たちにお手伝いもちろん協力にしていただきながらこういうものをですね作って、まあ、今、まあ、10年ぐらいですね経っています。でこれはもうそれぞれがですね伝統ありますのでここがですねやっぱりネックになるんです。どっかがやるんだったら、うちはやめるみたいなね、そういう、こう変な駆け引きがやっぱあって、これは私のようなですね同志者、つまり仏教の人間ではない、しかもマイノリティである人間がやったからうまくいったっていうところがあります。ですから大きいですね組織を作るときに、これはちょっと皆さんヒントにしてほしいんですけども、皆さん自身がですねパワーを持つ必要は必ずしもないんですよ。むしろ力がなくてマイノリティであればこそできるっていうことがですねあります。私がですねいろいろな人に回っていったので、あ、でもちろん信頼関係ありますか、あ、じゃあ小原先生が言うんだったら話を聞いてみようかっていうところからこう始まっていくんですね。これがもしですね、力があるどっかの仏教の大学をやり始めるとですね、これ途端にですね足の引き合い、あの引っ張り合いが起こって、実際私がやるときもそういうものを裏で何回も見たんですけども、あのそういうことをねやっぱ調整しながらやるような、小さくてもいいけども良いですね、こういわばこの活性剤っていうかな、まあこれは化学反応で言うならば触媒というふうに言っていいと思います。このですねそれぞれパワフルな伝統、リッチな伝統を持ってるんですが、こうやって適当にしてるだけでですね何の反応も起こないんですよ。全く別々無関心ですよ。しかし私のですね小さな触媒がそこにポッと入ることによって、今までバラバラだったものがですねこう反応を始めるわけです。そしてこれをやってみれば面白いなっていうことにですねみんな気づき始めるんですね。でこういうですねやっぱ新しいことをやはり今でも作れるんですよ。ですからこれまで伝統仏教、伝統として話しましたけども、伝統は伝統のままであるだけではですねこれは本当に廃れていくだけです。ですから時代時代の中でですね新しいことをやっぱどうやってできるのか、これは今日もお話しましたように、既存の伝統に対する刷新運動、これがですね新しい流れを生み出してきてるんですよね。これは鎌倉時代に起こったわけです。でそれがそのままの形でですねうまくこれからもいくとは限りません。時代時代の中でですね、それをこう見直し、そして新しい関係を作っていく中で良いものがですねより時代に合った形で、こう生かされていくっていうね、そういうやっぱり道を開いていくですね、まあ、必要があるなというふうにですね、まあ、思っています。で、まあそういうことをね私は、まあ、今もいろいろやってるんですけども、まあ、ちょうどねこの経過数というかあのこの議長ですね3月で終わったっていうこともあって、この4月からね新しくその同志社の良心学研究センターっていうところものを作ってですね、まあ、センター長をやってるんですけれども、これもねやっぱり同志社、今ちょうどですね150年ということを見据えて今やっています。いろんなものがですねプランがこれから出てくるんですが、150年確かに立派な歴史ですよ。でもねほっとってもですね自動的に何かいいものが出てくるわけではありません。今ですね、今の10年というのはですね昔の100年みたいなもんです。ですから同志社150年といえばですね人類史といえばですね、まあ、1500年ぐらいだと考えてください。キリスト教がですね1500年目何が起こったかというとですね、これやっぱ大きな宗教改革が起こって、そして刷新してまた新しいものをですね生み出していくわけ。古いものもあるけれども新しいものと共存しながら、キリスト教のですね新しい時代をですね、まあ、迎えていくわけです。これ同志社は同志社でですねこの新しい140年150年という中でですね今までの伝統に安住するんじゃなくって、それをこうどう組み替えていくか、これをですね私は今自分自身の課題にしてるんですね。ですからそういうことをですね、当然ね、既存の勢力がありますのでね、あの今日の話じゃないですけどいろいろね言われます。何やっとんねんという感じでね、やっぱりねそういうあの人たちがたくさんいますから抵抗を受けるんですけれども、まあ、今の時代ね幸い、迫害され、あの、三条河原でね斬首されるみたいなことはありませんから、あのそういうね心配はありませんので、もう私は思い切ってやりますけれども、やはり、伝統をどのようにですね破壊しつつ再創造するか、これはですねやっぱ京都にいる醍醐味ですよ。ですから皆さんは多くの伝統を学びながら、そこにですね端美的にっていうかな、伝統に浸ってですねやっぱり京都いいよねっていうところで終わってしまうんじゃなくって、その伝統の良さをしっかり吸収して皆さん自身のですね人生にどうやっぱ生かすか、そういうことまでですねしっかりとやっぱ考えてほしいなというふうにね、思います。はい、そういうこともねこれからね後半の授業の中ではあのぼちぼち入れていきたいと思いますね。はい、では今日はこれで終わります。